恵比寿港広島市神社市構成式名称、市大祭とは、広島県広島市中区恵比寿町の市神社で11月17日から4日間、開かれる祭りである。地元の商店街では、開催に合わせて、大売り出しが行われ、江戸市産として親しまれている。市神社では商売繁盛の縁起物が飾られた、熊手を発売するとと,ともに、恵比寿通り商店街では、 星港の開催に合わせて、大売り出しが行われる。周辺の商店やデパートでは、一斉にバーゲンが行われ、中央通りが歩行者天国となり、期間中は10万人以上の人手で賑わう。1603年の星神社混流より続く。熊では1901年の鎮座300年祭より、売り出されるようになった。1945年8月6日の原爆被災の、 際も、わずか3ヶ月後の11月20日に、仮設のバラックの社殿で祭典が行われた。戦争による中断等もなく、400年以上途切れずに、腰大祭は行われている。歩行者天国となった中央通りで暴走族が集会を行うこともあり、1999年の開催時には道路の無断選挙を理由に排除しようとした。 警官隊と暴走族が大規模に衝突し、その模様がマスメディアによって全国に大きく報道された。一般に、広島三大寺社祭りとされている残り二つは、窓か隆寺の東花さんと、住吉神社の住吉祭。ありがとうございます。